もカメラチャンプ佐藤に来てもらってる。はい、どうも、うん、ありがとうございます。今日はなちょっと作業、いつもチャンプ来た時は作業手伝ってもらってるんだから、はい、今日はチャンプが現れる前に、はい、急ピッチで撮影なしで作業してしまったところを、はい、紹介しようと思う。なんで撮影なしでやっちゃったんですか。これはな、はい、そのやっぱり走りに行くのにオフロード、はい、もう前日にこれがないとやばいっていうことで、はい、必要に駆られて、はい、まあ、やったんだけど、急いでやったもんだから、はいはいはい、前日の夜とかな、はい、撮影する時間がなくて。いや、自撮りしながらやってくださいそこは。そう、夜だったから、はい、うん、じゃあまず、はい、ジムに、まあ、どのジムにもそうなんだけど、はいはい、まず最初にぶつけるところ、はい、もうこう超えるときにやっぱりガーンと。なるほどね。これがサイドシル、はい、あ、なんすかこれ。ここ。あ、これつけたんすね。黒い部分が、はい、鉄の板で。あ、鉄なんすね。そうそう。で、ここをよくな、はい、ぶつけるんだよ。やっぱり、はい、特にこの JB64 は、はい、ホイールベースといって、ホイールとホイールの間が長いから、よく段差でぶつけるから。なるほど。ぶつけるとここがせり上がってきて、はい、ドアの開閉が。ああ、前のやつそうでしたもんね。うん、で、後からつける人もいるんだが、はい、先にぶつけちゃうと、ほんと綺麗につかなくなるので、ほうほうほう、うん、これで、そうっすね。つけたと。これは両方入ってる。ああ、素晴らしい。これはまあ、そうだな。へこみ対策。へこみ対策。それから泥対策。泥対策？泥水対策を2箇所やっている。はい、2箇所、うん。まず1箇所。はい。下を潜ってくれ。下。ちょっと映るかな。非常にわかりづらいな。はい、ホース見えるか。ホースどれですか。わかんねえかな。あ、ホース。この。はい。まあいいや、俺が持つぞ。はい。これデフ玉っていうのがあるんだけど。はいはい。これな。あ、これ。はい。この上にデフブリザホースといって。デフブリザホース。ちょっと映りづらいんだけど、このホース見えるかな。あ、見えた。うん。なんかこれ。ここから。はい。水突っ込んだ時に、はい、水が入らない、侵入しないように。はい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 。ホースをつけた。はい。これはホームセンターで売ってる。ホース。え、ホームセンターで売ってるホース？普通の水巻きホースを、内径12ミリを買えば、はい、うん、これで合うから。そう。だからここ、水突っ込んでも、はい、ここから水が入って。これないと、はい、デフに水が入って、はい、カフェオレみたいになっちゃうから。カフェオレ？色がな。これ、そうしやすくなるってことですね、うん。味はカフェオレじゃねえぞ。あ、もちろん。この水です。で、ついでにこの下から見える。はい、赤いのが見えると思うんだけど。あ、そうそう。この赤いの見えるか。おしゃれですね。うん。これは、はい、スプラッシュガードといって、はい、こう泥跳ねがエンジン内に来ないんですよ。そんなのも言ってるんですね。そう。これも、はい、一回汚れてしまうと、はい、エンジンルームってのは熱もあるから、はい、なかなか泥が落ちないから。はい、じゃあこれはエンジンルーム開けてみてみると。あ、開けましょう。はい。お、綺麗ですね。やっぱ買ったばっかだから。で、ここから上から覗くと、赤いのが見えると思う、はい。あ、本当だ。さっきのやつですね。うん、ここで繋がる。あ、なるほど。あれがあるから、向こうに入ってこないと。入ってこない。この辺が、もう泥で汚れると、なかなか取るの大変だから。ああ、そうなんですね。そんなつけれるんですね、うん。で、さっきのホース、これ。あ、上に来て。あ、本当だ。で、この高さまで、水が入っても、ここまで挟ませて、はい。これほら、なんかわかるか。これなんですか。軍手の指だ。あ、ゴミ防止。ゴミ防止。うん。まあ、靴下とか、ほら、5本指ソックスとかみんな持ってたの。はいはいはい。あれを切ってつけてもいいし。本当だ、ホースがついてる。うん。すごいですね。これが、この2つが泥対策。泥対策。ただ問題があって。はい。ただ問題があって。はい。このデフブリザーホース。はい。まだフロントしかやってないから。はい。結局水突っ込むと。はい。リアのデフには水が入るぞ。入るんじゃないですか、結局。前だけズボっていけば、まだ大丈夫。あ、後ろ行かなければね。うん。そんなことあります？前行ったら後ろも行くでしょ。ただそれは時間なくてな、はい、前しかできなかったぞ。いやもう結局できてないんじゃないですか。リアはまた近々、はい、チャップやるときに。あ、やりましょう、うん、というわけで、はい、もうすでに作業済みの、はい、改造箇所を紹介した以上で終了する。